こんばんは。あ、やっぱ間違えた。ちょっと待って、こんばんは。イベントエモストから2週間経ちましたかね、終わってから。本当は先週しようと思ってたんですけど、寝てそのまま死んでたので、週末まで待とうかなと。少しでもみんなが見れるの平日より週末かなと思って、この時間に現れましたが、こんばんは。私は今日はお仕事が終わって、なあ、このお餅みたいな、ありがとうございます。お仕事終わって家帰ってきて寝てました寝てました。お、oh, I love you。 ありがとうございます。目薬取った、目薬ずっと探してたら、あった、よいしょよいしょよいしょ。晩ご飯は食べました。なんか帰ってきて、締め薬さす、帰ってきて、なんや、寝てて、さっき食べました。割と1時間前くらい、遅って感じだけど、まあ寝てたし、まあこの後も多分起きてるから、まあ食べた分起きてるんであれなんですけど、あれ食べました。アボカドと生ハムにコチュジャンと、何でした、めっちゃ雲やばくないごま油混ぜて生卵して食べました。なんかすごい、ちょっとしてない間にギフトがいろいろ変わってて、なんかビビってます。はい、今日はね、歌唱力、マンゴー朝昼忘れた、どっかで食べました。今日は歌唱力の予選を取ってきたんですけど、久しぶりに竹中さんにお会いしまして、でスタッフさんもトップ目チームの方がやっぱりたくさんいらっしゃったということで、めちゃめちゃ久しぶりだなと思って、すごいありがたかったです。なんかホームだよって言ってくれました。スタッフさん緊張することなく、いつもの顔ぶれだからねって言ってくれました。なんか嬉しかったです。はいはい何の曲歌ったかとかはまだ内緒なんですけど、まあまた多分情報が解禁されたらそれを見ていただけたらと思います。どんな歌を歌ったかは、まあなんやろ、楽しみに予想しながら待っててもらえたらなぁと思います。はい、で一昨日かは NME が10周年になったんですよ。で公演があって、私ドラフト2期生なんですけど、久しぶりに
おニューの上履きやって、まあ黄色ですね。まあセンターだったんですけど、見てくれましたか？前の日とかもドラに3人だけで集まって練習したりしてたんですけど、あの O N E E ってさ、こうなる、座ってこうなって W で立ち上がってやるやつあるんですけど、多分見たことある人は多分わかると思うんだけど、その E から W になるとこの立ち上がりが24歳体が追いつきませんってなってまして、当日のリハーサルも立ち上がれなくてずっとんころりんしてたんですよ。で前日もずっとんころりんしてて、本番どうなるかなって思ってたんですけど、なんとか無事にずっとんころりんせずできました。やっぱり本番で決めてくるのがホリシオンだったみたいです。まあ1年半ぶりぐらいにやったんですけど、あれですね、面白かったと思います。ジャンプは高く飛べましたか？まあ気持ちは飛んでたんですけど、多分飛べてなかったと思います。まあちょっと怪我をするのも怖かったので、久々だったので無理はせずやらせていただきました。まあ私はおニューで一回ね、足がすごいことになっているというのもあるので、まあ無理せず飛びました。はい。んで、まあ、選抜発表とかありましたけど、まあご察しの通り、まあ私はまたまた入らずですね。まあこればっかりはあれですね、わかりやすく、まああれですあれなので、ちょっと人気者になれるように頑張りたいと思います。はい。なのでまあまた多分お話し会とか、まあ握手会はまだね厳しいかなとは思うんですけど、また皆さんとお話しできるイベントのね受付が始まりましたら、ぜひお話しできたら大変ありがたいというか、そういうのがまあ選抜に入れる一つの道でもあるので、よかったらお話ししましょう。はい。なのであまり他は特にないです。はい。で昨日はあれですね、さえ様の卒業発表はありまして、さえ様は私にとってはやっぱり NMB に来る、 NMB のメンバーになるきっかけにもなってくださった方だと思いますので、すごい寂しい気持ちというか、なんかさえ様がスカウトマンじゃなかったら、もしかしたら私は今こう NMB のメンバーとしてこうお話ししたりとか歌ったり踊ったりとか
そんななかったかもしれないので、すごい感謝しております。なので寂しい気持ちがたくさんなんですけど、でもすごい素敵な方だし、何度もなんかさえさんの優しさに救われたなぁ思う瞬間が多かったので、まあいつまでいらっしゃるかとかはまだ私もわからないですけど、なんか最後の最後までしっかりいい背中を見させていただけたらなぁと思ってます。なんか私同い年の96年97年組成人式一緒だったメンバーすごいたくさんいたイメージだったんですけど、あっという間に皆さん卒業が続いて少なくなっちゃってて、なんだか驚いてるというか寂しいなーっていう感じですね。まあそれだけ時の流れを感じているわけなんですけど、とっても驚いてます。うん、なので、まあ、私もねあやてぃさん卒業されて、もうてぃさんさ一昨日の劇場とかおらんかったのすごい不思議でさ、なんかああいないってなったんですけど、私もなななななんと NMB の中で、まあ、誕生日だけで見たらあのお姉さんトップ3に入ってしまう状況になりまして、めちゃめちゃビビってるもうマジかと思いました。私のよりお姉さんはもうあんたんさんとゆきつんさんしかおらんのかな。なのでやばーって思ってますね。うん、なのでめっちゃびっくりなんですけど、まあ若い子たちに負けずに元気に頑張れたらなぁと思っておりますので、のんびりのんびりのんびりさせていただけたら、させていただきつつも頑張らさせていただけたらと思ってます。今何歳ですか？24歳です。幼稚園って言われるんですけど24歳なんですよ。年女ですね。年女っていうのもあと 2,3 ヶ月です。はい、最近ねおばあちゃんみたいになっちゃってるんですけど、なんか寝ちゃうんです、めちゃ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 ね寝てしまうんですよ。なんかそれも寝るぞっていう心意気で寝るんじゃなくて死んだように寝ちゃうんですよ。なんだかだから寝落ちというか大変ね良くないんですけど、あのメイクをねしている状態で寝てしまうんですよ。あもう最悪、もう顔かびるじゃんと思いながら毎朝てか目覚めるたんびにもう萎えてるんですけど、そんな感じなんですけど、まあ頑張って行きたいと思います今日はだって帰ってきて寝てたもん
すぐ寝てしまう。いや、なんか起きてもっとちゃんといろいろねしなきゃとは思うんですけど、めちゃめちゃ寝ちゃうんですよ。でもなんか明日はラジコさんに出演させていただいたり、木曜日もラジグさんですかね、で生放送かな、わからん、収録かな、ちょっとわかんないですけど出演させていただいたりと、まあ個人でのお仕事もありがたいことにさせていただいておりますので、頑張って、あ、水曜日でした、あれちょっと木曜日だと思ってました、水曜日か、まあ、ちょっとツイッター見てください、あのぜひ聞いていただけたらと思います。明日はね、見取り図さんのラジコーなので、あのいつもは藤崎マーケットさんの水曜日に出てたんですけど、明日みー先生の代わりにあの月曜日出演させていただきますので、お聞き逃しなく聞いていただけたらと思います。それと明日このティンさんとアンタンさんとのジャングルレディオもあのありますので、お聞きいただけたらと思いますし、まあまだね皆さんにはまだお知らせしてないけど、私にとってはすごい嬉しいというか楽しみというか、はどんな風になるんやろなみたいな感じの、 あのお仕事も控えてたりするので、まあ楽しみにいろいろ待ってていただけたら私は嬉しいかなと思いますね。まあそれがいつどういう形で皆さんにねこういう風にっていう風にお伝えできるかまだちょっとわからないですけど、まあ、楽しみだなっていう基本的に思っているものもあるので、よかったら楽しみに待っててもらえたらなと思ってます。ほい、近況、2週間の間の近況報告的なのはこんな感じでしょうか。2週間って何がありましたかね、ちょっとあんまり覚えてるけど覚えてないみたいな感じではあるんですけど、あ、見せれないけどスケジュール帳みたいなの分かる、何をしてたか、スケジュール帳を見てみよう。うん、あ、あれですね、近藤学徒さんとかとご一緒にトークイベントもさせてもらいましたね、楽しみ、楽しみじゃない、楽しかったで、楽しみなことも、楽しみなこと、まあ皆さんにまた見てもらえたらなって思うこともあったり、なんか今月はいい具合にスケジュール帳が埋まっとるな。やっぱりコロナの期間になってからスケジュール帳あんまり埋まらなかったりしてたのもあったりしてたんで、今月は埋まってきてて、イエーイって感じかな。なのでまあ体に気をつけつつ
頑張っていきたいと思ってますので、まあ卒業相次いでて、卒業発表とか相次いでて、ちょっとなんか言われがちですけど、まあおるし、おるからまあ心配すなという感じですね。金曜日の夜はゆっくりできた。金曜日の夜何してたっけ。そう、今までさ、麻雀ね、レギュラーみたいな形で毎週あれだったけど、あ、金曜日お休みだったけど何してたっけ。10月2日何してたっけ、ちょっと思い出せない。まあでも、まあいい日だったんじゃない、知らん知らんけど、多分いい日だったんじゃないでしょうか、わかりませんはい、麻雀ね、なんか終わって寂しいっていう気持ちが強いのか、最近は寝る前にてっぺん取ったんでか、ジャン玉両方で1位になってから寝てるんですけど、それがルーティーンになってて、まあここ最近寝落ちしちゃってる時はあれなんですけど、そんな感じで麻雀してたりするんで、もし遭遇したらラッキーって思ってください寝る前のほんとベッドタイムで麻雀ずっと してるので、まあだいたい夜中ですね、夜中2万点の方にいる、夜中か、まあ朝方か、暇だったら夕方とか、まあほんとなんか足を今ベッドでゴロゴロしながらやっちょるんだなと思いながら、でもほんとね、つぶやくほどあれなんです、ほんとど深夜だから、まあまあ、まあ本当遭遇したらラッキーって思うぐらいのテンションでいてほしいってぐらいど深夜だから、なんかあんま皆さん寝不足にならないようにしていただいてって感じですかね、うん、ですかね、はいぐらいかな、2週間ぶりぐらいにショールームしてみんなとお話しすることと言いました。みんな逆にこの2週間ゆっくりできましたか。その前がまあ10日間ぐらいでしたっけ、ずっとこうショールームイベントしてて、みんな結構シオンの配信スケジュールに振り回されてたと思うので、ちょっとゆっくりしてほしいなって意味込めて、まあ1週間後に配信しようかなと思ってたら、わしが逆に死んでたので、2週間ぶりになってしまったんですけど、皆さんはお元気にゆっくりできておりますか。昨日はコンサドーレもね、久しぶりに勝ってよかったです。あ、10周年のお祝いしてた、イベントのおかげで痩せた。あら、痩せたってのはどういう意味や、ご飯ちゃんと食べてないってことですか。劇場入ってショック受けて帰ってきた、お、劇場行った、お、なるほど。まあなんか今までなんか毎日のように配信してたのに急にしなくなって7年って思われてる
方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まあなんか私の、まあ、今日がこの顔面が調子いいかどうかはちょっとさておきですけど、まあちょっとでもね、あの顔面の調子がいい時とかなんか現れるようにはしたいなと思ってます。毎日ねやっぱ見ていただけててすごくありがたかったんですけど、やっぱやっぱ一応アイドルということを忘れてはいけないなというふうに思いまして、なんかいろいろあんまりねちゃんとせなあかんなみたいな思ったので、まあ毎日笑われないとは思いますけど、またなんか今日配信しようかなみたいな時はやっていこうかなとは思ってるので、まあショールームだけじゃなくて、まあインスタとかインスタライブとかもありますから、まあどなんやかんやでね、まあみんなとこうお話できるように頑張るけどって感じかな。はいそうで今日はあともう2分切っとるやん。ちょっと順位も読むんですけど、100位までのこの間のイベントの方の名前呼ぼうと思ってたんだけど時間ないじゃんじゃん、やばいやばい。とりあえず今日の配信の方1位から読ませていただきます。マー君、スミスさん、背番号63、黒豚さん、マー君、名古屋の川ちゃん、ちゃんくぼさん、マスカルポーネさん、カンナンさん、クーガーさん、ヤオエネちゃん、タクヤさん、アデビルさん、シーパパさんです。ありがとうございます。ラッキーちゃん、98位、森滝ちゃんです。おめでとう。ありがとうございます。100位まで絶対読めんな、俺。無理やな。ってなってことはインスタライブこの後しようかな。そこで読むわ読むわ。お引越しお願いします。ではまたねありがとうございました。インスタライブにお引越ししましょう。バイバーイ。いや、あれこれ切れない？